どうも、愛知です。突然なんですが、こちらのスラムダンクという漫画を皆さんご存知でしょうか？聞いたことあるっていう方もいるかもしれないんですが、もし知らなかったら、お父さんかなに聞いてもらえると、もしかしたら好きだった方いらっしゃると思うんですね。自分の世代がドストライクの世代で、まあ、ちょっと上の方とかも好きだったりする。あとバスケのね、漫画なんで、バスケ部だった子とかはね、知ってる方いると思うんですけど、今回なんでこのスラムダンクを話したかね、話を出したかっていうと、スラムダンクに出てくる有名な監督のこちら、安西先生っていうね、監督がいるんですけど、この方から、受験の時、まあ、勉強するにあたって、伸びない子、伸びる子、っていうところをちょっとね、この安西先生の言葉を使って説明していきたいと思っておりますので、よかったらお付き合いください。では、早速ね、行きましょう。で、自分は漫画がね、すごく好きなんですが、で、いろんな漫画読んできて、このスラムダンクが、ナンバーワンです。今でもナンバーワン。自分にとっても人生のバイブルだと本気で思ってるのね。だから本当にできれば読んでほしい、今の子にも。ただ、前半ちょっとヤンキーが出てくるね、漫画なので、そういうのが嫌いな女の子もいると思うんですよ。バスケに興味ないとかね、いう方もいると思うんですけど、ちょっとね、見てもらえるとすごくいい漫画なので、っていう紹介はこれぐらいにして、で、この安西先生っていうね、監督が言った言葉の中で名言っていっぱいあるんですけど、おそらく、スラムダンクの中で一番有名なのが、諦めたら、そこで試合終了だよっていう言葉。これね、多分このフレーズは聞いたことあるっていう方いるかもしれないです。これが多分一番有名。で、まずこれも、まあ、受験に当てはまると。まあ、これはシンプルに、諦めたら終わりじゃん。まあ、当然ですけど、これは勉強だけじゃなくって、スポーツでも何でもそうだと思います。仕事でもそう。うん。諦めない気持ちを持ってる。最後まで戦い続けた子。そこに、まず受験で戦う資格が出てくると自分は思っているし、だからそういったところはまずこの一個から学べると。でも今回言いたいのはこの言葉じゃないんです。そう。こっちじゃない。で、自分は、まあ、安西先生だけじゃなくてね、この漫画から教わったこと、学んだ言葉、大切にしてる言葉ってたくさんあるんですけど、その中で、一字一句間違えたくないんでちょっとカンニングしていい？そう、こういう、まあ、これちょっとね、この漫画今家にあるんですけど、ちょっと長いんでちょっと出しますね。下手くその上級者への道のりは、斧が下手さを知りて一歩目。っていうのが出てくるんです。まあまあ、知ってる方は、あそこかって思うかと思うんですけど、この言葉すごくこれ大事にしていて、多分ね、捉え方はいろいろあると思います。もちろん作者のね、井上先生がどういう意図を持ってってとこは自分の解釈とずれてるかもしれないんですけど、自分にまず置き換えた時に言うんだったら、俺はもう謙虚な気持ちを持って、向上心持ってやっていきなさいって自分に思ってるの。何かがうまくいってる時とか、もちろん例えば YouTube の活動、本業の仕事もそうですけど、うまくいってる時に、じゃあうまくいってるから練習しなくていいやっていうんじゃなくて、うまくいってる時だからこそ練習しなきゃいけないんで、物事っていうのは絶対に。もちろんうまくいってない時は練習しなきゃいけないよ。でも、うまくいってない時って練習しなきゃって思うじゃん。成績上がんなかったら勉強しなきゃって思うんだけど、じゃあ成績が取れてるからといって、油断して、勉強しなくなったらダメだと思うんだよ。謙虚な気持ちを持って、もっともっと向上心を持っていこうっていう風に解釈をしてる。で、もう一個は、まあ、今回勉強において置き換えたら下手くそってことは合わないんで、例えば成績が足りてないとか、届いてないっていう状態の時に、斧が下手さを知りて一歩目っていうのは、自分ができないんだって、できてないんだっていうことを、こう、ちゃんと認識する。それは、ひねくれるんじゃなくって、あ、どうせ私バカだし、知らないみたいな。そういうことじゃないの。じゃなくって、自分にはまだまだ足りないんだ。もっともっと頑張んなきゃいけないんだ。っていうことを、やっぱり思えるかどうかは、すごく成績が伸びないに関わってくる。で、こっからは自分の塾講師の経験にちょっとなりますけど、まあ、いろんな生徒さんね、新しく入塾されて生徒さん受け持った時に、やっぱ最初の、まあ、3コマぐらい。俺個別指導だったから、3コマぐらい見ると、あ、このぐらいまで行くかな、このぐらいで止まるかなっていうのがなんとなく分かってしまう。もちろん、例えば、じゃあ成績がだいたい平均50点の子が、授業を見て、あ、でも伸びてこの感じだとこのまま行くと60点までかな、あんま伸びないかもしんないなと思っても、もちろん必死にやるけど、その考え方とかを変えなきゃいけないからね、とかやるけど、いろんなパターンがあるんだけど、
例えば自分よく復習って言いますよね。何回も何回も繰り返してやろうって話をするんですけど、一回やってできるようになったら、あ、もう大丈夫大丈夫できますからっていう感じのタイプの子。これは口に出さなくても自分でそう思っちゃう子。基本的に、まあ中学生とか高校生の子にね、一回やって大丈夫って言ったら大丈夫です。あ、できなりましたって言うんだよね。で、それを、家に帰ってから、でも大丈夫だったけど、今できるかどうかわかんないから復習ちゃんとしようっていうタイプの子と、一回そこで教えてもらったし、じゃあ次行こうって思っちゃう子。この差はでかいよ。やっぱり、うちらはロボットじゃないんだよ。人間だから忘れて当然なの。いい？記憶は残るけど、記録してるわけじゃないからね、データを。覚えたこと。だからプチって、あ、押せば、そのデータが出てくるわけじゃないじゃん。だからもちろん何回も何回もやって定着させなきゃいけない。で、毎回毎回言うように、一回やったこととか覚えたことを忘れてしまったらもったいないんだよね。そう。だから、その部分の、まあ、謙虚さというか、一回やったけど、本当に覚えてるのかな？復習しなきゃっていうところをちゃんとできるかどうかっていうので、やっぱり伸びしろっていうのは変わってくると思う。どうしても、特に受験生だと、切羽詰まってくると、たくさんやんなきゃ、たくさん吸収しなきゃって焦ると、どんどんそう思ってしまう。思ってしまうんですけど、たくさん吸収しても、たくさん出てってしまったら意味がないんだって。もったいないって。10プラスしたとしても、8抜けしたら2しか残らない。じゃあ、10プラスまでそんな駆け抜けなかったけど、5プラスして1抜けるので防いだら4残ってるんだって。いい？5しか吸収してないんだよ。いい？遅かったペースは。でも、抜けないように努力したから1しか抜けなかったって、こっちの方が勝つんだって。っていう謙虚さ。っていうのがすごく大事。で、まあ、最近ちょっとね、スラムダンクを読みたくなって読んでて、で、このページ行った時に、あーって。まあ、昔はね、自分に置き換えてたけど、今こういう活動をしていく中で、あ、これも受験生とか勉強にも言えることだよなって、っていうのをすごく、感じたので今回ねこの話をさせてもらいました。まあ言ってることはね毎回毎回同じなことを話してるんですけど、でもやっぱり実際に復習するかしないかって、復習するのは自学だからさ、自分の家で勉強することがほとんどだと思うの。まあ図書館とかもあるかもしんないけど、誰かの管理のもと、塾での先生のもとでやることってないから、復習ってあんまり。だから自分のペースでできてしまうとこなので、もう一回その入れたことを抜けない努力っていう部分、ちゃんとやってんのかなって、ちゃんと定着してるのかなっていうところを再確認してもらえたら嬉しいです。